はい、タコです。今回はですね、お金がなくて本当に苦しかった時の話ということでですね、完全に私の身の上話になってしまうんですけれども、今現在はですね、自分で会社を立ち上げて、売り上げをね、立てていって、生活することっていうのがね、できるようになって、今でこそですね、自分がサラリーマンだった時の何倍ものね、収入を得られるようになったんですけれども、以前の私っていうのはね、本当にお金に困ってました。自分でね、お金を稼ぐということ自体ね、したことがありませんでしたし、思い起こせばですね、もう学生を卒業して、社会人になってからのもう10年以上ですね、本当にお金がない生活っていうのを送ってました。もう一度たりともね、お金に恵まれた、裕福になれたっていう思いをね、感じたことがなかったんですね。で、その中でもですね、私が一番お金がなくてね、本当に苦しかった時の話っていうのをね、していきたいなと思います。もしかすると、今動画を見ているあなたはですね、本当にお金に困ったなと、ね、いう経験がないかもしれないんですけれども、お金ってね、本当に、ある時はね、すごくね、安心できると思うんですけど、亡くなった時に本当にね、辛い体験をするというか、辛い思いをする。と思います。だからこの話を聞いていただくとね、今現在お金に恵まれているということであれば、本当に今の状態にね、感謝することができると思いますし、私自身ですね、あまり綺麗事を言いたくはないので、ね、本当にお金っていうのは、ね、あるに越したことがないというふうに私の結論はね、行き着いてます。ね、今確かに心の時代とかね、お金、物とかお金っていうよりも、ね、心の時代ですよっていうふうにね、言われているようなメッセージっていうのがね、発信されてたりするんですけど、そうは言ってもですね、やっぱりお金ってすごく大事なんですよ。ね、心理学的にもお金がね、なくなってしまった時の精神的にね、受けるダメージの話とか、すごい結構ね、お金っていうのはね、自分の精神と密着している。それぐらい、ね、お金が失われるっていうことは自分のね、精神的なダメージを負うということが心理学的にも出てたりするので、ね、言葉では心の時代だったりとか物じゃないんだっていうふうに言ってもですね、実際にお金は存在していますし、ね、実際に物っていうのが存在している以上はですね、物とお金っていうのを交換したりとか、サービスとお金を交換できるとね、お金っていうのがね、いろんなものと交換できるっていうね、価値がある以上は、やっぱお金ってのは本当に切っても切れない。ね、あったらあった分だけ自分の人生をね、豊かにするものだと思うので、特にね、今回は本当にそのね、大事なお金が本当になかった時の話ということで、ぜひね、最後までお付き合いいただけたらなというふうに思います。3つにまとめたんですけれども、一番苦しかったのはこの好きなものが食べられなかったということですよね。本当にお金がなかった時が、30代の本当に前半ぐらいの話なんですけれども、その時はですね、もうお金がですね、貯金がもうほぼゼロっていう状況で、家にあるですね、ゲームだったりとか、置いてあったんですよね。ゲームソフトだったりとか、家にある雑貨だったりとかですね。そういったものを全部ですね、リサイクルショップみたいなところに出して、それで、本当に数千円っていうお金をね、受け取って、それを、食事の足しにしていたと、ね、いう感じだったんですよね。で、もう何よりもですね、好きなものが食べれるっていうとね、どのぐらいのレベルなのっていう話なんですけど、ね、スーパーに行ってですね、物を選ぶ、食べ物を選ぶときもですね、もう値段で選ぶんですよね。もうとにかく、50円以内で買えるものにしようとか、何が食べたいとかじゃないんですね。例えばカレーが食べたいとか、ね、牛丼が食べたいとか、スパゲティが食べたいとか、ハンバーグが食べたいとか、ね、そういう食べたいものが先に来て、その中でもじゃあ値段をね、見たりとか、質を見たりっていうかっていうんじゃなくて、最初にもう値段が来るんですね。50円以上はもう使えないとか、ね、50円以内で買えるものをできるだけ探すとか、30円以内で買える商品っていうのを探すっていう感じで、もう業務用スーパーに行ってました。ね、業務用スーパーって結構大きな大量なものを安くね、買うことができるので、日割り計算してですね、だいたいこの、冷凍のハンバーグとかも売ってたんですけど、ね、もう本当にそれこそね、これぐらいのサイズのハンバーグが、50個入りとかね、30個入りっていう感じでまとめて売ってあって、それでいくら。ね、で、1個いくらって計算してですね、1個これは10円、20円ぐらいだから、これにしようっていう感じで、決めていたんですね。自分が食べたいものっていうよりは、とにかく値段です。ね、自分が何を食べたい、これをね、料理したいとかじゃなくて、とにかく一番最初に来るのは価格でした。ね、できるだけ安く、ね、安くて、腹の足しになるものということで選んでいたんですね。ですからもう何かスープですよね。例えばポトフだったりとか、あとは鍋ですよね。冬なんか鍋とかっていうのを作るときには必ずと言っていいほどもやしですね。本当に1個2、30円のもやしっていうのを必ず買って、それをかさ増しようとして、みじん切りとかにしてね、それでバッと入れて腹の足しにしていたと。で、の使える、1日に食べるお肉っていうのも、鶏の胸肉ですよね。胸肉にして、それを1日3回にこう切り分けてですね、一つの鍋を作るんですけど、その鍋を食べて、1日を終えると。1日で食べきるという感じだったんですけど、もう本当に1日数百円っていう単位ですよね。値段で、食事っていうのを何とかしていたと。で、もうその時は本当にね、もやし1個買うのもちょっとどうしようかなっていうふうに迷ってしまうぐらい、お金に困ってました。来月こんな状態で食べ物まともに食べれるのかなという不安がもう常に頭の中にある状態だったんですよね。でですね、ちょっとこの図を見ていただきたいんですけど、これはマズローの、5段階にある欲求。これ正確には6段になってるんですけど、この図ちょっとね、有名なので見たことある方もいると思うんですけど、下からピラミッド状になっていってですね、一番下が生理的欲求。で、2番目が安全欲求。で、3番目が所属と愛の欲求。4番目が承認欲求、5番目が自己実現、そして最後が超越的な自己実現ということで、6段に分かれてるんですよね。で、基本的にはですね、一番下の欲求を満たすと次の欲求が出てくるっていうふうに言われてます。だから下から順に欲求がこうね、出てくるっていうふうに言われてるんですね。で、例外もあるんですよ。この例えば生理的な欲求が満たされないっていうふうに完全に諦めるような状況ですよね。そういう状況になった時には、そのさらに上のね、欲求が出てくるっていうこともあるんですけど、基本的には下から上に上がっていくという形になります。で、私がこのね、食べるものがね、食べれなかった。好きなものが食べれない。明日、来月、ちゃんと食べれるかどうかわからないということを心配していた。本当に好きなものが食べたいっていう欲求があったっていうのは一番下の欲求です。生命維持ですね。生理的欲求ということで、ここの段階で常にもう悩んでました。で、お金がない時っていうのはね、欲求がここにあるってことです。食べることで常にね、もう悩んでしまうというような段階にいたわけですよね。この時が本当に一番苦しくて、安全欲求。例えば、家には住んでたので、マンションには住んでたので、ここもある程度確保はできたんですけど、例えば、もっといい家に住みたいとかね、もう本当に最低限人が住めるような家に住んでいたっていう感じなんで、ここをアップグレードしたいっていう欲望は一切なかったです。もっといい家に住みたい、もっと広い家に住みたい、もっとね、新しい家に住みたい、もっと駅近の家に住みたいとかっていう欲望は一切なかったですね。本当にとにかく雨風がしのげればいいかなっていうぐらいの感覚の欲求しかなかったです。それよりも食べられることの方が欲求は強かった。だから他者との関わりとかももう一切考えてなかったです。友達と一緒に遊びに行きたいとか、こういうね、例えば何か会に参加したいとか、そういった欲望っていうのもここは本当になかったです。もうそもそもお金がないので参加できないわけなんですよね。ですから、もうここっていうのはもうないですし、承認欲求ですよね。自分を認めてもらいたいっていう欲求。これはもちろんね、あるんですよ。誰にでもこれはあるんですけど、自分が自分をまず、自他共に認められたいってことなんですけど、まず自分を認めることなんかできないですよね。まずここの欲求が満たされてないわけですから、自分に自信を持つことなんて到底できませんでしたし、他人にこの今の現状ね、ここで、ものすごいここを頑張ってる自分を他人に認めてほしいと思うんですけど、実際には認めてもらえないだろうなと、いうふうにもう自分で完結しちゃっていたって感じですよね。自己実現なんか当然できませんってことです。当然、お金がないわけですから、自己実現するための選択肢っていうのはもう一切なかった。ここの部分っていうのは当然ね、できなかったということで、一番目のこの段階でね、本当に悩んでました。お金が本当になかった時っていうのはですね。で、2番目ですね。自分のやりたいことができなかった。これは自己実現になると思うんですよ。私はですね、結構空想というか妄想がすごい好きなので、ここの状態にいてもですね、これを想像するってことはしてました。本来であれば、ここ想像しないんですよね。現実的なことばっかりを考えちゃうんですよ。本当に現実的であればある人ほど、今食べるご飯がない。今、明日ね、食べるご飯をどうしようっていうふうに考えてる人っていうのは、夢を描いたりすることって基本的に難しいんですよね。やっぱり基本的にはこう上に上がっていくわけなんで、ね、こういう感じで順番に上がっていくので、なかなかここにいる人っていうのがですね、いきなりここを想像するとかっていうのは難しいんですよ。それよりも今のこの状況をなんとかしなきゃっていうことで、頭の思考がいっぱいになっちゃうんですけど、まあ私の場合は、一回20歳の時にですね、癌になってるんですよ。癌になって、ね、もしかしたら死ぬかもしれないっていう体験をしてるんですよね。うん。一回ここで、自分の人生って限りがあるんだなっていうことに気づいたんですね。うん。これが結構大きかったな。この体験があったから、こういうね、結構きつい状態にいても夢を描くことができたっていうのは あると思います。うん。どうせ死ぬんだから、ね、何を思い描いてもいいよねっていう発想になれたんですよね。普通の人だったらおそらくこれ難しいんですよ。まあ、さっきも言いましたけど、今きついんだったら夢のことなんて考える余裕とかって持てないんですけど、私はもう死ぬっていうのがもう分かってたんで、ね、本当に死ぬなっていうね、体感です。ね、普通に生きてたら、もう私は20歳のこの癌になるまでは死なんて一切連想しなかったし、ね、ニュースで誰かが亡くなりましたとか、身近な人が亡くなりましたっていうね、のを見ても、やっぱ体感というか、腑には落ちてなかったわけですよ。自分とはあんまり関係ないっていうぐらいの感覚だったんですけど、自分が病気になって初めて、あ、本当に死ぬんだなっていうのを体験しました。これを体験することによって、もう想像することは何でもいいんだと。自分が今のね、現状はどうであれ、ね、もう癌になっちゃってるわけですから、現実逃避しないといけないわけですね。もう、癌になったから、この状態をずっと考え続ける。ね、もしかしたら転移したらどうしようとか、ね、死んでしまったらどうしようとかって、この現実にとらわれると、本当に死んじゃうんですよ。うん。どんどん思考がマイナスになっていって、癌細胞ってどんどんやっぱそういうね、ストレスを抱えたりとか、でそういうのにものすごいね、影響を受けて大きくなってくるんですね。だから、こういう状況でも、もう本当にポジティブに考えるしか生き残る術がないっていうふうに私の結論は至ったんですよ。うん。もうこういう状況でも笑ってなきゃいけないし、ストレスを解放していかなきゃいけないし、考え方をプラスに持っていかなきゃいけないっていう状況に追い込まれたので、ね、現状がどうであれ、空想の世界っていうのはすごいね、輝かしいものにしておかなきゃいけないっていうのを、もう体験で覚えたんですね。そうしたら、ね、ここ今きついんですけど、お金なくてめちゃくちゃきついんだけど、ね、こういうなんかプラスなことを想像するっていうことだけはできたんですね。だからちょっと変わってたんですよ。ね、変わってたというか、この体験があったおかげで、ね、現状にそんなにどっぷり浸からないっていう考え方がこうできるようになった。まあ、ある意味現実逃避っていう、逃げるって言ったらそうなんですけど、いい意味でこう逃げることができたっていう感じだったんですね。だから、この自分のやりたいことっていうのも、この状況にいながら思い描くことができたんですよ。うん、想像することができたんですね。いろいろやりたいことが、まああったんですけど、まあ例えば、ね、海外旅行に行って、自分の好きなね、行きたいところをね、回りたいとか、全然できないですよね。明日食べるご飯がどうなるかわかんないのに、海外旅行に行って、こんなことしたい、あんなことしたいっていうのを想像してもね、叶わないわけですから、ね、本来は考えないはずなんですけど、そういうことも結構考えたりとか、うん、いろいろ現実逃避をね、してました。で、やっぱりここのジレンマがあるわけですよ。ね、自分はここにいるわけですね。このステージにいて、ね、思ってる、考えてることはここにいるわけですから、ものすごいギャップがあるわけですよね。で、このギャップをいつもね、に苦しんでたという感じです。ね。本来だったらここのね、生命維持が満たされたら、次はじゃあいい家に住みたいなとか、ね、もっと、なんて言うんでしょうね、まあ駅の近くに住みたいとかっていうね、安全を確保するための欲求が出てくるはずなんですけど、まあ私の場合はそこを飛び越えて、こっちの欲求を考えていたっていう感じですね。常に、今の現状と夢のね、ギャップっていうのがものすごい開いてるので、もう全く満たされないっていう感じでした。うん。後々考えてみたら、この乖離があるからこそ今の自分がいるなっていうふうに思うんですけど、ね、当時は本当にね、やりたいことがもうできませんでした。うん。